はい、お疲れ様です。7月26日の、日曜日の今、夜の7時52分ぐらいになりました。ちょっと夕飯ね、作るの遅くなっちゃったんですけれども、今日久しぶりにね、台所に立ちまして、もう片足辛い中ね、ちょっと料理してきました。こちらなんですけど、ジャーマンポテトです。いつも通りね、リュウジさんのレシピにお世話になりまして、至高のね、ジャーマンポテトを作らせていただきました。うちね、家族がいるので、通常のね、2倍から 2.5 倍ぐらいのね、量でちょっと作ったんですよ。なので、調理時間が少し長かったことと、あとね、このレシピのポイントとしては、このジャガイモをね、切り口の部分、焼き色つけて、香ばしくするっていうのがポイントだったんですけども、やっぱ鍋が大きくてもね、やっぱ鍋底にこう焼き色をつけるためにジャガイモ敷くのが難しくて、なかなかね、火がね、ちょっと通らなかったんで、ちょっとね、片足だったんで結構疲れましたけど、まあそういう人はね、私みたいな特殊な人しかいないと思うんで、味はね、本当に美味しく作れました。はい。で、私ね、味見しちゃったんですけどもね、改めて、席についてね、いただきますしようと思います。で、ジャーマンポテトの他は、こういう野菜です。茹でたブロッコリーと、あとね、なんか、家族が買ったんだけど、痛みかけのセロリ。はい。壊れかけのラジオみたいな。あと、私がね、大好きな、杏仁豆腐ですね。これデザートに食べます。で、最初まずこのまま食べて、で、途中からね、こういう粒マスタードをつけたりとか、このね、タバスコで味変をね、するといいって言ってましたね。私もね、タバスコめちゃくちゃ好きなんでね、勝手にリュウジさんとは味覚が合うなって思ってます。で、今日ね、合わせるものなんですけども、やっぱまあ体調良くないのでね、ノンアルコール、オールフリーをね、いただきます。内臓脂肪を減らすというね、やつです。もうキンキンに冷えてます、今ね。こっちは熱々で、こっちキンキンです。ってことでね、まあ、久しぶりにね、ちょっと調理場に立って、こんなね、簡単なレシピではあるんですけども、片足不自由で、もう片方でね、ずっと立ってる私にとってみれば、もう本当に調理場に立つことが本当苦痛なので、頑張ったなっていうような自分を褒めてあげようと思います。では、お疲れ様です。乾杯。ねえ、はい、ということで早速ね、ジャーマンポテトいただきます。玉ねぎとベーコン、玉ねぎ、じゃがいもです。はい、あ、結構火が通って柔らかくなってますね。はい、こんな感じでいただきます。味付け最高ですよ、これ。このね、調味料はね、コンソメに、塩コショウと、ニンニクぐらいなんですけど、なんかね、妙に旨味がありますね。やっぱり、ベーコンとか、ジャガイモに焼き色をよくつけるっていうのがポイントっていうのは、その風味がね、味のこの奥深さを出してるのかなと思いましたね。うん、これカレー粉を少しまぶしてカレー風味にしてもまた美味しそうですね。これね、味がしっかりね、ついてるんですよ。だからね、お酒に合いますね。もう少し薄くね、作って、なんか、ヘルシーなお惣菜にしてもいいと思うんですけど、お酒に合うおつまみの味付けですね。黒胡椒もね、本当はもっと入れてもよかったんですけど、まあ私は家族の分も作ってて、一人高齢者がいるんで、あんまたくさん入れちゃうとね、辛いとか言われちゃうんでね、もう、最後に仕上げにね、黒胡椒かけるだけの余裕もなくて、もう、出したまんま家族に、自分の分もね、そのまま盛り付けちゃいました。でもまあ、十分美味しいです。まあ、ノンアルですけどね。やっぱビールですよね。新宿のさ、なんか、ドイツ居酒屋みたいなところ、十何年か前行きましたね、会社の同僚と。もう多分その同僚も結婚して、もしかしたら子供もいるだろうし、みんなどうしてるんですかね。たまになんか、
Facebook とかで探してみようかなとか思うときあるんですけど、まあ探しようもないしね。探したとて、なんか自分も今なんか、どっちかっていうと、なんかね、負け組人生歩んでるんで、ちょっと惨めでね、顔を出せないですね。まあそんなひどいこと言うような、そんな人間性の人たちじゃないんですけど、やっぱ足悪くてね、車椅子だし、やっぱちょっとね、うん、こんなこと言ったらね、一生懸命生きてる人に失礼だろうとかって思うかもしれないけど、まあ、実際、こういう風に思ってる人もいるんですよね。自分の体惨めだなって。うん。だから友達にもね、昔の同僚にもなんか会いづらくなっちゃったんですよね。まあ友達は正直今いらないなと思ってるんですけど、昔の同僚は、やっぱ社会に出てからできた、まあ友達って言えるかなんかわかんないけど、まあ、小中高とかね、そういう学校って別に、なんだろう、学力とかでただ、学力とか住んでる地域で仕分けされただけなんで、やっぱ社会に出て、その中でね、出会った人たちっていうのはある程度自分とこう、似てる部分があったりとかするんで、そういう意味では今になっても、どうしてるかなとか、会って話がしたいなとか思うときあるんですけどね。機会があったらどっかで出会えたらいいな。はい。とりあえずね、今日は久しぶりにね、足痛い中頑張ってジャーマンポテト作りました。ごちそうさまです。